どうも、武田です。さあ、本日はですね、ここにね、はい、タイルを貼っていきたいんですよ、キッチンのところに。はい。したら、ハウディっていう、あの、輸入建材の商社の会社の山崎さんという方が連絡くれて、すごいいいものありますよと。はい。これがね、ボンドとかビスなしで、木とかタイルを貼れるものがあるらしいんですよ。アイロンみたいので。その革命が起きてますよ、内装に。その革命を教えてくれる山崎さんが来てる。山崎さん、お願いします。これがこう機械ですね、はい、これが、はい、高周波を出す、はい、電子レンジに似たような、はい、なるほど。今日このね、レンガを貼りたいんですけど、はい、ここは別にこけずに向こう側に貼れちゃうってことですね、はい、ありがとうございます。行きましょう。お願いします。はい、この機械ですね。これがビスもボンドもいらずにこうタイルとか木を貼れるってことですよね。アイロンみたいになってるんですね。ちょっと教えてください。試しに、はい、このテープをタイルの真ん中に貼る、貼り止めします。はい。でこれ8ミリなので、はい、3秒間、はい、高周波。ここ焦げないんですよね。表面は焦げない。焦げないで、このテープだけが溶ける中で、はい、これ3秒当てます。はい、1、2、3。この3秒設定してるから3秒以上押してても停車されないってことですね。そうです。で一応照射した分だけ押さえていただいて、はい、あとはこれでも食べてます。本当ですか？触っていいですか？はい。うわ、がっちりだ。がっちりだ。これはあれですね、作業効率上がりますね。そうですね。だってボンドで貼ったら1列貼って乾くの待ってから2列目行くじゃないですか。それいらないってことですね。音も全然鳴らないから、周りに迷惑かけない。夜中も作業できる。できます。すごい。でこれのいいところは、はい、もう一度同じところを照射します。はい、はい。で冷めないうちに剥がしてもらうとこのようにやり直せんだ。失敗しても、俺めちゃくちゃ失敗するんですげえありがたい。すごい。あ、でも溶けてんですね、表面の。なんかこのアルミホイールに高周波が反応して、はい、もう瞬間的に200度近く。へえ。で表面に塗ってあるホットメルトが溶けて吸いちゃう。ここは熱くなってないんだ。まあ何回か同じところをやると熱くはない。熱くまではなんないじゃん。暖かくはなる。なるほど。ちょっとこっち側に貼ってどういう状態で溶けてるのか見たい。これは壁の内側とするってことですよね。そうですね、はい、どんな形で溶けていくか、はい、じゃあ照射します。はい。あー、溶けてる。あー、すごい。これで貼れるってことですね。すごい機械。ちょっとじゃあちょっと壁で試してみましょう。じゃあまずこれ裏に2箇所貼るってことですよね、はい、一応照射する場所を決めておかないと、はい、どこに照射して照射しないといけないかっていうのがわからないので。なるほど。じゃあもう規則性を持たせた方がいいですね、うん、全部のタイル。すごいですよね。めちゃめちゃいいです。だってボンドだったら手についたらもう終わりじゃないですか。はい。それもないですか。あとボンドとか、まあセメント固まり待ちがあるんで。ああ、そう、待ちもないですね。はい。それがめちゃめちゃでかいと思います。そうか。じゃあ作業効率は超上がる。ちょっとここだけやってもらっていいか。まずその普通だったらこれやり方としては石膏ボード全部に1回ボンド貼ってから貼っていくんですよ。そうですね、くし引きみたいな形でボンドを塗ります、うん、はい、確認して終わり。これで一番。嘘でしょ。どうですか、武田さん。
あ、お、ちょっと待って、ちょっと結構体重かけていいですか、一回、はい、全然取れない、すごい、全然取れない、すげえ、すごくない、すごい、超楽じゃないですか、タイル屋さんの革命だと。ねえ、めちゃめちゃいい、タイル革命、タイル革命出ました、タイル屋さん一回俺間入りますから、俺通さなきゃダメですよ、山崎さん連絡もらいましょう、そんなことないです、概要欄に載せときますんで、これ興味ある方はそっち飛んでくださいね、ちなみにこれ今何秒照射ですか、3秒、3秒ですね、3ミリ1秒なんですよね、厚みね、はい、あの目安としては3ミリの素材を、1秒として計算して、はい、これは 8ミリなので、うん、まあ、切り上げて9秒から3秒、3秒、はい、3秒ですね、うん、ありがとうございます、ここを握ればいいですよ、あ、今度ボタンがあるんだ、はい、これで、あ、ブーってなってる、置いて、はい、ブーですか、押す、押さえつけて、あ、で、あ、止まった、あ、勝手に止まる、3秒押さえつけといていただいて、はい、もう大丈夫ですか、すごい、いい、うん、ちょっと待ってください、逆に山崎あれ？ずれてますちょっと左下がってます、でもそんな時はこれ当てれば外れるんですよねちょっと上に上げましょう、お、あ、それだけでいいんだ、そう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 、これで完璧っす、多分これわざとやりました ね、性能を見せましたね、わかりやすいもん、うわすごい、すごい、何これ、いや直しも楽ですねこれね、これ逆に職人さんの風かもしれない、なんでですか、俺ぐらい技術なくてもできちゃう、あ、だからできちゃうってことですよね、だから DIY やる人にもいいですね、いいですね、技術なくても簡単に、うん、めちゃくちゃいい、接着剤がはみ出るとか、はい、接着剤で余分なところを汚しちゃうとかっていうのはないんで、うんうんうん、そうですよね、今まではあるんだけど、これはないですよ、めちゃくちゃいいじゃないですか、音がしないので、うんうん、夜中でも工事ができる、そういうことですね、夜勤工事が、音がしないっていうのはいいよね、あと逆にその建物によっては昼も音出しダメとかあるじゃないですか、あります、そうすると夜勤にならなきゃいけないんだけど昼間できますよね、これのが、すごい楽、すごいな、何枚かやればコツつかむんじゃないですか、いや、多分そのコツとかないです、ない、やってみます、よし、一回やってみたいです、コツとかない、もう押さえればいいだけ、照射する場所さえ覚えてれば、出れなければ、ブーが3秒で終わります、あ、終わりました、はい、そしたらもうついてるんですよ、すごい、すごくないこれ、え、すごいっすね、綺麗に貼れてる、楽しい感じです、あとあれだ、お客さんに一回見せれるんですね、そうですね、一回、あ、そうだ、こんな感じになりますよっていうの一回貼ってみて、剥がして剥がせますもんね、じゃあ別の色だったらこうですよとか、わかるだろう。わかるだろう今の説明で。シリ。30分弱でこんな晴れた。早っ。うん。綺麗にできた。完成。すごい。この辺とかね、ちょっとタイルカッターがないからまだできてないですけど、あと目地入れて、する。いや、でもまっすぐ行けましたね。ボンドだったら落ちてきちゃうから、時間かかるし、その、あ、ずれてきたら多分起こりますもんね。すげえ綺麗に貼れた。すごい。ブラウニー様様。ブラウニー様様、ありがとうございます、素晴らしい、山崎さん、ありがとうございます、すいません、わざわざありがとうございます。